クルーズ船英国人乗客が自国救援を訴え、今の待遇の方がベターだよ。A タイムズ氏によれば、横浜港沖合に待機している新型コロナウイルスへの集団感染が起きたクルーズ船ダイヤモンド、プリンセス号には A パスポート保有者計78人が乗船。BBC 放送は8日、乗客のイギリス人男性がイギリス政府は船か飛行機を派遣し、我々を連れ帰ってほしいと船内から訴える様子を伝えた。その男性はデビッド・アベル氏。妻サリーさんとクルーズに参加した。現在は日本の保健当局から指示を受けながら短時間の甲板散歩と、気分転換を図るだけで、誰もあまり会話していない、サリーさん、状況だ。アベルさんは感染拡大を防ぐ隔離は絶対必要だと述べ、クルーズが終わっても下船できない事態に一定の理解を示す。しかし船上で感情を高ぶらせるくらいなら、イギリスで管理の行き届いた環境下に置かれた方がはるかにマシだとも語り、船内での生活が大きなストレスになっていることを伺わせた。A 船籍で船長も英国人と聞く。ブリティッシュエアウェイズは英人に評判が悪いので有名だ。うち面が悪いお国柄だとも。一方米政府は日本政府と担当所管が集団感染防御に最善の措置を取っていると評価し、400人超のアメリカ人ベッド収容をせず、日本政府の指示下で滞在することを決めている。BBC 報道の取材はその前なのだろう。A パスポート所有者は仮にベッド下船し、イギリスへ帰っても軍基地に隔離されるはずだ。抗菌同様の生活は変わらない。改善された食事も含め、少なくとも豪華クルーズ船よりいいベッドで寝られるとは思えない。別に、船内に日本から食料が運び込まれた以降、出される食事の質が格段に良くなったと写真入りの報道もされている。元の豪華クルーズ船の食料はどこで仕込んだのだ。ひいき目に見えるかもしれないが、3700名の皆様には横浜港沖合待機は不幸中の幸いではないだろうか。最高ではないかもしれないが、満足水準に達する支援サービスが保障される。感染発症時にも万全の措置が施される。心情的には一刻も早く母国に帰りたいだろうけれどもしばらくお任せいただきましょう。とにかく感染が収まることを願う。